状況は分かった。とにかくそのスネージナヤのコード、召使いという執行官が君と外交的な面会をしたがっている、そういうことだな。彼女はもともとフォンテーヌ人だと聞いている。だがこのタイミングで突然フォンテーヌにやってきた挙句、唐突に面会をしようなどと、あくまで私の意見だが、断ることを真剣に進める。彼女の目的は君もわかっているはずだ。おそらく先日のタルタリア殿の件と関係しているのだろう。我々は自分たちの地でスネージナへの執行官を裁いたのだ。そして未だ詳細な報告は出していない。確かにこれはスネージナへが我々に外交的な圧力をかける絶好のチャンスだと言える。思うに合理的な説明の仕方と相応の対応策が決まるまではしばらく回避的な姿勢でいた方がいいだろう。いや、僕は今回の面会は受け入れるべきだと思う。なぜ？ほら、だってそのもともと筋を通していないのは僕たちの方だろ。面会を先延ばしにしたら問題がどんどん深刻になるんじゃないか。例えるなら、あ、ほら、友達同士で喧嘩した時に会うことも話すこともお互い避け続けてたら、そのまま友情が終わってしまうなんてこともありえるだろう。現状のフォンテーヌとスネージナへの外交関係は悪くないものだと言えるだろう。しかしそれはあくまでも表面上の友好関係でしかない。友達と呼べるほどのものではないと思うが。だからただの例えだよ、例え。それに今は情報さえ不十分なんだ。直接話し合ったとしても仲直りどころか絶交になる可能性もある。いずれにしたってそこまで深く考えなくていいんじゃないかな。古墳、神の選択とは、たとえ一時は歓迎を許すものではなかったとしても、いずれその卓越性が明らかになるものなのだよ。それに面会の時は君もいるわけだろ。何かあったとしても君なら臨機応変に対応してくれるはずだ。法廷以外の場における人との交流は私の得意分野ではない。どうやら君はいささか私を過大評価しているようだ。それに私も面会に参加するなど一言も言っていないが。来ないのか。いや、ダメダメダメ、一人でなんか行くもんか。一緒に来てもらうぞ。絶対に君も連れて行くからな。フリーなの。よもやこの件について私に言えない事情があるわけではあるまいな。ないない。ほら、僕ってフォンテーヌの水神様で、魔人名はフォカロルス。人々に愛され尊敬される正義の神なわけだろ。だからこの件はただ単に僕がそういう方向に進展させたいってだけで。とにかく深く考えないでくれ。今面会の手配をしてくるから。確かに外交的な面会とも言えるけれど、私は今日の面会をただのお茶会だと思っている。あなたもそうだろう、フリーナ殿。フリーナ殿。うん、そうそう、君の言う通り、ただのお茶会だよ。そうだ、今日のためにお菓子まで持ってきてくれるなんて感謝しないとね。とても美味しそうだ。実はお茶会をより賑やかにするためにこの人を誘ったんだ。ヌビレット殿、お会いできて光栄だ。私はフォンテーヌ出身なのでね、紹介は結構。尊き最高審判官であるあなたのことはもちろん存じ上げているよ。ごきげんよう。私もお会いできて何よりだ。まずはお二方にお礼を申し上げる。私は公務で忙しい時フォンテーヌを離れることが多いのだが、ハウス・オブ・ハースの子供たちが大変世話になったと聞いた。うぅ。
おっと、何も我が子リネとリネットが無実の罪を課せられた件を言っているわけではないので、くれぐれも誤解なきよう。ハウス・オブ・ハースの子供はよく誤解されてしまう。おそらくそれもファデュイの評判と関係することなのだろう。これはどうしようもないことでもある。近年のフォンテーヌは情勢が安定し、民も豊かになった。子供たちも幸せに暮らせている。この現状は何よりも大切にすべきものだ。壊そうとする者などいるはずがない。タルタリア殿の件で来られたのであろう。うん、どうやら日々多忙な最高審判官のヌビレット殿は、このような社交辞令よりもいち早く本題に切り込むことの方がお好きのようだ。そちらの言う通り、講師の状況を明らかにすることも確かにこの度の目的の一つだ。同じスネージナヤの外交施設として、そしてファデュイの執行官として、私は講師の同僚ということになる。ことがフォンテーヌで起こった以上、我々は互いの代理人として問題を解決しなければならない。私は代理人として講師の身柄をスネージナヤに引き渡すことを要求する。彼の身に起こった出来事については我々もフォンテーヌと共同で処理する責任がある。代理人のルールが適用されるのは判決が執行される前のみだ。現在判決は執行済みであり、我々は解決済みと判断している。申し訳ないが、君の要求には答えられない。ここまでストレートに断られるとは。いいだろう。フォンテーヌの法廷における全てのルールを尊重しよう。最高審判官であるあなたを尊重するのと同じくね。では一歩引いてみるとしたらどうだろう。講師の身柄を引き渡してもらう必要はない。ただメロピデ要塞に入り、彼に会って状況を確認させていただきたい。まさかそれすら叶えられないとはおっしゃるまい、フリーナ殿。それはメロピデ要塞はかねてより自治状態にあり、我々でさえ干渉できないのだ。当然ながら外交問題も口実にはなり得ない。どうしてもあの執行官の状況を確認する必要があるとおっしゃるなら、私から一つ提案しよう。もう召使いが出てきたのか。